さんこんにちは、宮野です。今日はですね、家族とボーリングへ行ってまいりました。今帰りでね、今日夕飯の買い物をしておりますよ。今日もちょっと朝方までちょっとね、いろいろライブ配信をしたんですけども、まあ様々な方ね、ちょっと今お招きして、まあ個人個人のお話をねちょっと今聞いてるんですけども、まあなかなかね、面白いという話は世の中たくさんありますからね。まあそれをまあ個人的に、興味を持って、そこからこうなんだろうな、見識を広げていくというかね、まあ自分自身の教養とあとはなんかちょっと違うんじゃないかなと思っててもね、まあそれは個人の自由なんでね、私は基本的にまあ一応配信者でありますので、まあ、個人個人のお話は全ては否定はしませんけども、まあただまあね、こういった陰謀論と言われてるちょっと不思議な話というのは、まあそうですね、これ難しいもんでね、こううまくこうね、やっぱこうつないできますから、まあ、中にはちょっとそれは違うのかなという部類もあるし、それは合ってるけどこっちは違うとかね、こうなかなか難しい面がいっぱいありますし、あと私は基本的にはやはり日本人であるということもあって、やはり天皇を中心とした国というのはこう日本であるので、やっぱりこうね、流れはきちっと作っていきたいし、もちろん神道の仏教もね、もともと日本人が、長年どころか、もうそれこそ国ができてからずっと、やってきたもんですからね、そういった面にやっぱりこうなってるかな、まあ様々な見識はあるとは思いますけどもね。あと北朝鮮とロシアですか。北朝鮮とロシアに関してはね、まあ私はまあ個々の国の話なんでね、それ以上深くは言いませんけども、ロシア人でもないし北朝鮮人でもないし、だからロシアにしても北朝鮮にしても、まあ、たくさんの日本人が、犠牲になっているということを考えたら、まあ別に今のウクライナ、の話題以外にもね、やはりちょっと、まあ称賛するとか絶賛するとか、この国に対してよく思う気持ちは私にはないですね。悪いけど北朝鮮にしてもロシアにしてもね、たくさんの方がねやっぱどう本当に犠牲になってますからね、まあ様々な考え方あるでしょう、私は全ては否定しませんよ。私は全ては否定しません。ただしやはり最低限の制度は大事だし、やっぱりこのなんつったかな、言ったことにはやっぱり責任取っていかなきゃいけないんですよね。やっぱ話をしてこうですよって言ったらそれは必要だし、あとはそれ自身をねどういうふうにやっぱり広げていくのがその人の技量次第ですし、まあ一つ一つの発言に責任を持ってやっていくっていうことが私は一番じゃないのかなと思います。まあ基本的に人に話を聞くときは私は聞き役に徹しますので、まあ様々な、配信を聞いて、ちょっとね、宮野もちょっと違うんじゃないかなって思う方もいらっしゃいますし、もうちょっとなんか言えなかったのかっていうこともあるかもしれませんけど、基本的にやっぱり私は配信者で人の話を聞くということも大事なんでね、あとはいろんな方が、まあソラさんみたいにね、いやそれはどうなんだっていうふうに言う人が出た方がかえって私は議論としては面白いしね、全部がイエスマンじゃ面白くないんですよ。これはちょっと面白いけどちょっとそれ違うなっていうのは議論の一つのあれなんだよね。だソラさんは本当素晴らしかったですよ。コメントは素晴らしかった、あやさんは素晴らしかったし、いろんな方がね様々なご意見を寄せたっていうのはいいことなんじゃないですかね。いや非常にいいと思いました。まあちょっと夜中ということもあってね、もうこの話す機会はなかなかできなかった人もいっぱいいますので、まあどうなんですかね。ただ YouTube というのは残念ながらこの制度っていうものがね結局一番の
感じな要のあれになりますので、なかなかこうそれは絶対間違いないよっていうぐらいの内容なければ、YouTube では配信をさせてくれませんので、はい、難しいね、ことになりますので、あとはなんだろうな、配信者の人間がどのようにして、こうやっていくのか、まあそういうことになりますかね。まあ、ね、難しいですよ。今のニュースに沿ったものをそのままやればいいかもしれないけども、ニュースにならないものなんて世の中いっぱいありますからね。事実にならない難しいニュースなんかいっぱいあるし、当然ながら闇に葬られたものもたくさんあるでしょうね。だからまあ一つの読み物としては最高に面白いかもしれませんけど、まあそれを事実と確実に認定するのはなかなか難しい問題なんじゃないですかね。私は全ては否定しませんよ。ただやはり精度は大事かなと、それだけですね。信じるか信じないかはあなた次第ですってやつですね、うん、と思います。はい、ということで今日の朝のライブ配信のまとめということでした。まあね、たまにはそういう配信もいいでしょうけど、ただなかなか宮の森チャンネルの参加されている方はね、モンシーさんがたくさん多いですから、なかなかやっぱりこう、うんっていうようなものでなければ難しい面もあるかもしれませんね。うん、私は聞き役に徹します。はい、ということで、はい、皆さんぜひ、次のライブ配信ありましたらぜひ参加してください。今日はどうですかね、ライブ配信できるんですかね。まあそんな感じでまずは、動画を終わりたいと思います。皆さんのご意見をお待ちしております。よろしかったらチャンネル登録、いいね、コメントもお願いします。